見てない方多いんじゃないかな、私が見てないように。ひろしさん、ひろしさん、あれ、くまパフェありがとうございます。ありがくまパフェ、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 ペペペペペペ、ありがくまパフェありがとうございます。今日もここです。ひろしさんありがとうございます。今日はこう結構いかついんですけどどうですか。いかついのどうですか。バグラボーイさん、かわいい、ありがとうございます。パンダさん、ビギナーゲーム部見ました、お、ありがとうございます。今見てたところ、あ、結構皆さん見てますかね。人狼ゲームじゃないんですけど、まあそんな感じのやつなんですよね。すごい楽しかったんですけど、そう、めちゃくちゃ楽しかったです。だから明日その話、明日配信できたら明日その話しようかなと思うので、ちょっと私もまだ見れてないから何も話せない。アモンガースっていうあのゲームをやりました。ポールさん似合う、ありがとうございます。スカイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。そうだからまだ告知もできてなくて、ちょっと告知しますね。そう、まるみさん、たい焼き、ありがとうございます。まあまだ見れてない方もたくさんいると思うので、とりあえずよりちゃんの声がでかかった。スカイさん、キュンキュン、ありがとうございます。タイプ嬉しい、ありがとうございます。まだこっちの写真は載せてないんですけど、ちょっとしかあの半顔しか載せてないんですけど、そう、あみちゃん、たい焼き、ありひちゃん、たい焼き、ありがとうございます。いかついのどうですか。山さん、星、ヘイブンさん、トトイ、ありがとうございます。アモンガース楽しそうですよね。ショコ活躍してた、本当に。活躍した覚えはないんですけど、まあまあまあ。ヒロさん、キュンキュン、スカイさん、キュンキュン、ありがとうございます。ちょっとなんかどんな感じか、まあ忘れてるところもあると思うので、うん、陽介さん、アイス、よしひろさん、かわいい、ありがとうございます。ヒロさん、キュンキュン、スカイさん、キュンキュン、ありがとうございます。茶髪似合ってる、やったね。ちょっと下がいいね、これぐらいかな、よし、ありがとうございます。あっくん、ビギナー、こんばんは、ありがとうございます。さよりさん、そじょんって。ヒロさん、キュン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 、ありがとうございます。糸パンさん、たい焼き、ありがとうございます。ノースリーブのお写真めっちゃ可愛かった、やったね。ノースリーブはどうですか。ノースリーブはインスタにもツイッターにももうどっちも載せたので、よかったら見てください。インスタはピンク、ツイッターは水色になってます。水色のやつがめちゃくちゃ、ツイッターに載せたやつがめちゃくちゃ色が超綺麗です。よかったらリツイートしてください。スカイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。髪色見慣れた、似合ってる、ありがとうございます。アリスちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。もう爪長すぎ、やだ、すごくやだ。今日は絶対に切る、いつも忘れちゃう、いつも忘れてお風呂入って寝ちゃう。黒髪も良き、だけど茶髪も良き。アリスちゃん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ノースリーブ、あ、ノースリーブ好きの方が多い。もうね、夏って感じ、この洋服も夏って感じなんですけど、そう、もう夏ですね。洒落てた、嬉しい。そう、テルンさん、かわいい、ありがとうございます。あ、割れなんかここだけちょっと欠けてるけど、あんま割れるとかはないですね、あんまり。たまにありますけど、そう、そういうことで今日はこんな感じのお洋服でした。これはセットアップなんですけど、こんな感じで可愛いです。あー、見えない、こうしたらいいのか。こんな感じの可愛いセットアップになってます。あ、セットアップって言ってもこれは
上下バラバラで、すごい下がっちゃった、上下バラバラで上は上で下は下で別のところで買った気がします。そうだけどなんかすごいセットアップみたいだなと思って、セットアップみたいに来ました。またツイッターに載せます。こっちはインスタはまた明日か今度か載せようと思います。明日かな。七色さん似合う、ありがとうございます。そう着けるやつ着る意味ありますか、可愛いっていうだけです。なんかここの感じとか、ここの感じとかが可愛いです。おじじいさん可愛い、ありがとうございます。そうで髪の毛がこれなんか前にイラついみたいなのをやった時のやつなんですけど、こっちはストレートでこんな感じでね、なんかこうガッて上げた感じにしてみました。強い感じにしてみましたが、いかがでしょう。全身写真も載せようと思います。マブさんたい焼きありがとうございます。いかがですか。七色さんいいね、ありがとうございます。そうこれはあとはこのシルバーのやつ、これは割と強い時にやりたくて、あとリングもしてたんですけど、リングはちょっと外しちゃった。サナツンのプリントさん。どういうこと、サナツン、これがサナツンに似てるってこと。たい焼きありがとうございます。ハルくんキュンキュンありがとうございます。そうこれはやってる時にメンバーにヘアアレンジ上手って言ってもらえた、嬉しい。メタルンさんかわいい、ひろおとさんたい焼きありがとうございます。どうですか。お気に入りです。茶色になったし、そうこう上げるのはだいぶ強く見えるので、イエイって感じです。その髪真似したいから髪伸ばします。でもそんなにこれは短くてもできると思います。これクルリンパしてるだけなので、本当はここ編み込んだらすごいかっこいいんですけど、私にはそんな技術がないので、こんな感じクルリンパしてるだけで3本ベリーショートじゃなかったらね、できますよね。ポールさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ある程度これぐらい長さあればこれはちょっと無理か、もうちょっと長いか。カズリンチョさんキュンキュンありがとうございます。ポールさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。片耳出てるのが好きですか、やったね、やったーん。こっちもちなみにちゃんとしてます。あとリップを塗ろうと思ったんだ。最近はですね、リップはこちらのなんか大人っぽくするためにこちらの B アイドルを使っております。めっちゃなです。あ、ついちゃった、あーついちゃったついちゃった。ひろたんさんタコありがとうございます。サシオポチさんキュンキュンありがとうございます。赤リップそうです。でもこれ色はわがままプラムです。サシオポチさんキュンキュンキュンありがとうございます。結構強めの写真が撮れたのでよかったら見てください。お話し会終わりに毎回配信してくれるから本当に嬉しい、やった嬉しい。そう見せたいからね、やっぱ来たくても見れない方とかも多いと思うから、来たくても来れない方が多いと思うから、配信だけだったら見れるって方もいると思うので、そうこういうお洋服着たよって感じです。そう1着目がノースリーブ、ピンクのノースリーブだったんですけど、これもなんですけど、これはもう小悪をやってた時ぐらいからもう買ってたやつなんですけど、なんかタイミングを逃して、これ絶対夏じゃないですか。でも去年の夏は、去年の夏は、なんか、あんまりこういう感じじゃなかった。何やってたんだろう、去年の夏。もう話し会、初めてのお話し会とかぐらいかな。なんか、去年の夏そんなにできてなかったですよね、確か秋ぐらいからですよね、お話し会とか。
そうだからなんか着れなくて、そう夏だなと思って、そうで着れなくて、あみちゃんたいゆきヘイブンさん尊いありがとうございます、たやさんお疲れありがとうございます。そうだからやっと着れました。そしてこれはなんかあれみたいじゃないですか、24/7みたい。It's the day after you シドウォーキャー、ただしさん星ありがとうございます。そうだからやっと着れたのと、あとはあのピンクのそのノースリーブも前に買ってたんですけど、なんかなんだろう、着れないじゃないですか、春っぽいし夏っぽいっていうのがあって、色は春っぽいんですけどピンクだから、だけどノースリーブが夏っぽいなって思って、春夏ぐらいで着たいなって思ってたんですけど、で買ってたんですけど、もうコーデまで決めてたんですけど着る機会がなく今に至りました。だから今日はどっちもあのあれですね、あのもともと準備していたやつです。いつにしようかなっていうのあったんですけど、もともとコーデ自体は決めてあったやつです。デルファイさんキュ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 ありがとうございます。そのお洋服をいつ着るかとかはまだ決めてなかったけど、そうやっとお披露目できるコーデです。そうでもこうやってね髪色とかも変わってるからまた雰囲気が変わってるんじゃないかな。1着目は髪型どうしようってすごい悩んだんですけど、そうイヤリングが可愛いんです。イヤリングに多分イヤリングつける場所間違ってたのか分かんないんですけど、イヤリングすごいなんかここら辺についてて、今日気づいてくださった方一人だけでした。イヤリング可愛いねってデルファイさんキュン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 、ヘイブンさんたい焼きありがとうございます。そうこれはまだ載せてないんですけど、イエーイ、重ためイヤリング。今日はどっちもストレートです。なんだかんだストレートの茶髪になってからストレートを SNS に載せてないなって思って、ストレートですね、ストレートでもなんか髪の毛染めてもストレートはストレートなんですよね、直毛は直毛なんですよ。そうだからなんかそんなにあのアイロンかけないでもなんかまっすぐでしたストレートでした。そういいなって言われた。そうレッスンとかでも直毛発揮しちゃってるから。そうケンケンパさんお疲れありがとうございます。いつもと同じストレートそうなんか髪の毛染めたらなんか傷んでちょっとテンパっぽくなるのかなって思ったら、ストレートはストレートなんだなって思いましたね。うんそうスライダーもみたいそういうことじゃないですけど、そう直毛発揮しちゃってます。いやなんかうわ蚊に食われてる、なんか痒いなって思ってたんですけど蚊に食われてたあ、お話し会社パツについて触れなくてごめんねはいはい、ここで一つ、はい、本日も私とのお話し会で開封式をしてくださった方が地引きをしてくださいました。おめでとうございます。さすがですね。今は人数で言ったら前回が3分の2だったから4分の3です。あれ合ってるかな、4分の3人の確率で開封式で滝脇が出てます。イエーイちょっと言って引けてないのガチ私だけじゃ。いやでもあれですね、その方は2回日に2枚目で出たので、そうだから5分の2だったのが6 7分の3になりました個数で言ったら7分の3です。
そう、何枚かとか、缶バッジファイルで、ファイルが私だった方もいますし、そう何枚かあのひれ引いてる方もいるんですけど、そう7分の3で、まあ、半分の確率で個数的にはタキワキです。でもすごくないですか？だって11種類あるんですよ。なのに7分の3ですよ。3分の1から4分の1。でもね、アリスちゃんは本当にあの愛がいっぱい伝わってるので嬉しいです。早くタキワキ当たれって思ってます。毎回お話し会も来てくれてありがとう。ね、もはやあげたくなっちゃうね。でもすごくないですか？まあ4人なんで、まだ開封式した方4人なんで、まだそうあれなんですけど、でも4分の3人ってすごくないですか？バンダナさん、スイレン、ありがとうございます。個数的には半分ぐらいなんですけど、7分の3なので。だけど人数的にはそう当たったこっちもびっくりして。でも大体その本当にみんなガチで弾いてくれてるから、あの本当にハッみたいな感じの本当のリアクションが見れてすごく嬉しいし、私もあ、私だってなります。そう、まあイコラバー誰が当たっても当たりなんですけどね。そう、でもなんか私の目の前で私を弾いてくれたことがすごく嬉しいですね。開封式なんてもうドキドキですよね。今度仕込んでいいですか？仕込みでって先に言っていただいて、あの名前のところに。あみちゃん、たい焼きありがとうございます。もしまた機会があればね、個数的には2分の1ぐらいで当たってる、2分の1より少ないんですけど2分の1ぐらいで当たってるので、またぜひ。から服とか見れてないのでごめんなさい。お洋服はこんな感じ。で4部は SNS 載せたので見てください。また4部のお洋服でも配信しようと思います。何の開封式？いや、それぞれですね。開封式はウェンディーズの写真の方と、あ、違う、ファイウェンディーズのファイルの方が1人と、缶バッジとファイルの方が1人、あとはファイルですかね、だったかな、です。ウェンディーズは終わっちゃったから、あの今はオーダーリンのあのあれですね、ファイルです。そう、開けるのに手こずってフェードアウトしたら、あのベリベリだけ剥がしてまだ見ないでおいたらいいと思います。そう。ウェンディーズチェキ開封式、ウェンディーズのチェキ開封式なんて、え、ウェンディーズのチェキってあったっけ？撮ったような気もするし、撮ったような気もするな。ダメですよ、剥がし、もうあなたの番ですって、次はあなたの番ですって出たらもうベリベリしましょう。ともなもさん、お疲れ、ありがとうございます。そう、すごいキャンペーンで当選した、あのツイートのやつかな、リツイートみたいな、フォロー&リツイートのやつかな。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。イカリングさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。受付前にベリベリしてた、いいと思います。まあね、そのあなたの番ですんだって思ったより早かった時テンパりますからね、いいと思います。いや、チェキも結構いろいろ、例えば他のインタビューでも撮ったりとかするから、もういつチェキを撮ったかどうか覚えてないんですよね。ヘイブンさん、キューン
キュンキュンありがとうございます。アリスちゃんキュンキュンキュンありがとうございます。あなたの番です。緊張しますよね。イトコンさんキュンキュンキュンありがとうございます。あなたの番です。ってなりますよね。私はなったことないけど私はなったことないがそう、アイドル顔の意見、メモメモ。そうですね。うすしおぽちさんキュンキュンありがとうございます。何用のチェキですみたいな説明。あ、でもチェキの時はだいたいプレゼント用なんですけど、あのいつ撮ったかを把握して、もうだいぶ前だから、そのウェンディーズの撮ったやつはそう、もう2ヶ月前ぐらいかな。だってキャンペーン期間が1ヶ月前とかからでしたもんね。トムダムさん、かわいいバナナさん、モナカありがとうございます。そうだから、いつのかは忘れちゃう。いつなん、そもそも撮ったっけっていう気持ちになる。しかもチェキってそんな何枚も何枚も撮ってるわけじゃないから、そう1枚とか2枚とか撮ってる感じだからね。うん、あ、中野の席が出ましたよね。そうだそうだ。ケンパチさん、キュンキュン、ひろたんさん、かわいい、ありがとうございます。そうだそう、割と発表までラグがあります。そうです。皆さん、中野来てくださる方どうでしたか。席結構、今日のお話し会の感じだとなんか1階席の方が多い気がする。2階席の方もちろんいたけど、そうですね、ショコはどこでも見つけます。まあどこがいいかは、1階の一番後ろが後ろか2階の一番前をどっちがいいんだろうっていう気持ちにもなりますけどね。うん、あー、中野外れちゃったって。あ、一般は2階席なんですか。あ、そういうのあるのか。楽しみにしております。中野もあさってってことですもんね。ドキ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 です。ドキドキですね。ココミさん、当たって砕けろですよ。ドキドキ。どうなんだろうね、わかんない。あ、一般だけど1階の方もいるんですね。今日誕生日おめでとうございます、さとしさん。ハッピーバースデー、おめでとうございます。おめでたきわき、ハッピーバー、ありがとうございます。誕生日に来てくださってありがとうございます。おめでとうございます。なんかこういう見た目だとなんか怖いよねみたいな話をあんちゃんかなと今日してたんですよ。そしたら、いや、そういう人ほど優しいんだよっていう話をしてた、してました。おめでとうございます。そう、まあ確かにと思った。喧嘩したらとか口とかでは勝てないけど、意外とおばあさんとかには優しいタイプなんだ、なんだよみたいな話をしてましたね。まあ今時こういう子いないけどって。そう、そういう話をしてました、楽屋で。あんちゃんシースルーだったっけ、黒だったよね、黒え。こ
福尾美さん。そう、いかつめ。でも結構こういう系好きなんですけどね。割と小学校からこういう系好きですよ。好きだけどなかなか着れないですよね、外では。平畑さんもなんかありがとうございます。ね、黒だったね。こういう系の強い系は大好きです。もともと多分ストリートが好きなんだろうなっていうのはあります、小学生の頃から。ただ別に着てなかった、好きなだけで。ラートさん、キュンキュン、サメちゃん可愛い、ありがとうございます。今何か言おうとしたけど忘れちゃった。あ、今のせようかな、ショールーム終わったらでもいいけど、まだ文章あれだけど。色味も変えてないけど、だね。うん、フリフリとかあんまり着ないですね。ラートさん似合う、ゆいちゃんキュンキュン、ありがとうございます。どうしようかな。どの順で乗せよう。こうかな。よし、で文章どうしよう。どうしよう。これにしようかな。髪色かわいい、やった、ありがとうございます。平尾さんに、ありがとうございます。下向いたらよく見えた。今日はでもピンクにした気がする、アイシャドウ。でも全然私アイシャドウ薄いから全然ピンクに見えないんですよね。あとね、この前髪の毛染めた日は3月に、あと眉毛もうちょっと綺麗になんかって整えたら良さそうって言われて、あ、じゃあどうしたらいいって聞いたら、うん、わかんないって言われたんだけど、今日3月、え、眉毛サロン行ったって言われて、いや行ってないって言って、普通にその時が下手くそだったのか今日がうまく描けたのかわかんないんですけど、褒められました、眉毛上手って。キツネのゴンさん、花束、ヘイブンさん、可愛い、ありがとうございます。そう、でも褒めてもらえたから嬉しい。そう、笑った、言ってないよって。そう、みんな褒め合ってくれる。そう、なんか褒め合いもするし、なんか高校したらいいんじゃないみたいなのも言ってくれるから嬉しい。あみちゃん、たい焼き、さしこいのちさん、かわいい、ありがとうございます。眉毛はいつも通りです。たまたまその時が下手くそだったのかもしれないか、今日がたまたまうまいのか。はい、投稿いたします。ツイートしちゃった。褒められたら伸びるタイプです。ツイートの文章には1時間は書けないけど、いや、うん、1時間は書けないけど、写真選ぶのには1時間以上かかるね。これも迷ったやつが大量にある。後でリプで迷ったやつ載せようかなと思ってます。似たような写真なんですけど、よかったら見てください。トモナマさん、星、バンダナさん、モナカ、ありがとうございます。
そう、上下シースルーです。セットアップシースルー。でもこれはセットアップで買ったわけではないです。だからズボンの縁がラブの、同じラブなんですけど違うラ、違うなんか、なんで表記なんですよね。どうですか？なかなかない、なかなかない MV みたいなお洋服です。バナナさんもなんかありがとうございます。でもこういうお洋服結構好きなんですよね。実は着るときないから着ないけど。そう、明日学校頑張ってください。そうなんですよ。イエイイエイイエイ、こういう格好大好きです。しゃがんでるのかっこいい。やったね、1枚目。やった。あ、この格好で、あ、でも上着着てきました。上着着て帰ってきました。なのでズボンはこんなのでしたね。そう、上着着てきました。さしこいのちさん、かっこいい、ありがとうございます。さすがにね、さすがにねって感じで。よかったらツイートしたので見てください。4枚目好みですか？全身、なんか結構お話し会の時は全身乗せてくれるの嬉しいって言ってくれる方が多くて嬉しいですね。これからも乗せます。東京公園行きます。ありがとうございます。これを本当は小悪で着たかったんですよ。着れなかったけど、またもし着る機会がありましたら、何年後かとかに琥珀がありましたら着たいと思います。また雰囲気違うと思うから分かんないけど。スーパーダンサーね、なんかこれで 24/7 踊れそう。あ、この絵、これは花ちゃんが撮ってくれました。そう。あ、この後ろの部屋滝脇ルームではないはず。いや、わかんない、滝脇ルームかもしれないけど、わかんないや。洋服の幅広すぎて、そう、結構こっちが好きだけど本当はストリート系、こういう系が好きなんですけど、あんま着らない、着ないから違う服着てますって感じ。カジュアル系着てます。あ、花ちゃん撮ったのはもう私じゃないです。花ちゃんはもう先にあんちゃんかなと撮ってて、そう、私はこれは4部と5部の間に撮ってもらいました。そう、花ちゃんはもうその時点で撮ってた。うん、そう、ラブって書いた、ここと、あと袖と、あとズボンのお腹のところにもラブって入ってた。こういう感じ。ついてこい。シースルーで蚊に刺されそう、憎そう。蚊に刺されましたよ。シースルーで刺されたか分かんないけど、足だから。雄大さん初見こんばんは、ありがとうございます。あ、シースルーは涼しいです。タンクトップみたいなもんです。ヘイブンさん、たい焼きありがとうございます。これズボンです。これはズボンでございます。ついてこいよ。いらない、こんなついてる、なくたって食ってるんだ。これは髪型も好きです。じゃ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 ん。こういう話もしたわ。なんか髪の毛いわくの上手って、ヘアアレンジ上手ってみんな褒めてもらえて、翔子絶対子供生まれたら子供に
やってあげるよねって言ってた。そう、そういう話してた。リランズさんキュンキュン、ユノノさんビギナーありがとうございます。茶髪にしてからさらに可愛い、やったありがとうございます。ヘイブンさん可愛い、ありがとうございます。めっちゃセンスいい服で似合うから職務的。星になってんのか星にしたのか分かんないけど無敵。ありがとうございます。リレンドさんキュー、キュキュ、ありがとうございます。ショコちゃん、あーショコ先輩って呼べ。トラシさん可愛い、ありがとうございます。リレンズさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。そうフ星にしたから星です。星はもう紛らわしいですよね。でもなんか星にしたのかなっていう感じはありましたね。着こなせてますか？ありがとうございます。甘いのも辛いのも着こなしちゃいます。バナナさんたい焼きありがとうございます。髪型が好き、ちっちゃい頃からこの髪型好きかも。ここ編み込んでるやつが、イエーイ、時計最高、イエーイ。まゆこちゃんキュンキュンありがとうございます。谷郷さん、谷郷さん、これはファーストシングルから買ってました、ありがとうございます。初見ありがとうございます。ヘイブンさん尊い、ありがとうございます。はなちゃんはウィッグかな、エクステじゃなくてウィッグだと思ってる。ショートにしたことないです。ちっちゃい時から髪の毛がこうどん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 伸びてくる間にショートはあるけど、わざわざショートに切ったことはないと思います。なってたとしても覚えてないです。でも7歳まで私髪の毛切ったことなかったから、七五三まで伸ばしてたから。あのね、あのちっちゃい頃の写真を見ていただいたらわかると思うんですけど、私髪の毛がすごくは生えてこなかったんですよ。短かって3歳とかでもなんかすごいベリーベリーショートみたいな感じだったので、そうだから7歳までは、七五三までは切ってなかった。そうそうなのですよ。だからでもそれも小学生だから危ないです。あ、そう、カジサック家のセンちゃんみたいな感じか。そうですそうです、センちゃんみたいな感じでした。でも今は普通に、もう量も普通だし、全然なんなら伸びるの早いです。そう、うちのいとこの女の子も3歳まで消えなかった。そうそうそう、薄いし伸びるの遅いしでしたね。そんな感じです。だから7歳だからもう小学生入ってるからずっとロングです。トラシさんかわいい、ありがとうございます。大事に伸ばして、大事に大事に立ち見、傷つかないでね、いつも笑い、光合ってるのでコブラ、リスキーリスキー爆破しちゃうもん、レアリーレアリーでいいんじゃでいいんじゃ、ゆうちゃんキュンキュンありがとうございます。んたたたたかたかたかた、やんちゃでしたね、ちっちゃい時。今はちゃんと生えてる、ちゃんとちゃんと生えてるっていうか、ちゃんと伸びてる。ヘイブンさん音符ありがとうございます。
あ、そうだ、今日はお話し会の前にランニングしました。サメちゃんキュンキュン、ありがとうございます。ランニングというかトレーニングというかをしてきました。4部からだから、そうだから今日は朝が早かったのです。昨日言ってたけどそう、お話し会が4部からだから、その前に、今日の歩数がすごいです。今日は 13,712 歩です。イエーイ。ここもかに壊れてる。何時起き？6時起きかな。6時でも結局6時には起きれてない気がする。6時かな、忘れたけどヘイブンさんパチパチパチ、ありがとうございます。そう、もうね、スケジュール的に、そう、あれでした。お話し会の前に撮影とかは結構あるんですけど、今日はなかったのでねそう、ランニングした今日はなんか、なんだろう、ランニングっていうよりかはなんか体作りみたいな感じですね長い距離をいっぱいこう走ったとかじゃなくて、体作りって感じです。6時でも、6時台に私インスタのストーリー上げた気がする。いや、スポーツ選手は本当毎日やってるからすごいと思いますねそうですね、ツアーファイナルの翌日に向けて体仕上げていきますもうあと何日か何週間かしかないです。シースルーでは走ってないです。むしろ朝雨降ってたから、そうシャカシャカ来てます。あ、2年前にしょこが紹介してたラーメン屋行きました。ありがとうございます。山一っていうラーメン屋さんで塩と醤油があるんですけど美味しいです。塩を紹介してるんですけど醤油も好きです。そこで食べた柚子胡椒が美味しくて、もともと柚子胡椒あんまり好きじゃなかったんですけど好きになりました。蒸し暑くなかった、ちょっと暑かったけど、そこまであんま気にならなかったかも。そう、あそこのラーメン行きたい、ぜひぜひシースルーでは走ってないです、さすがに。いや、頑張って半袖さすがにね。そう、横浜ウォーカーに掲載していただいた店です。いや、横割からは近くないんですけど、横割が新横浜っていう駅なので、新横浜でラーメン食べたいって方はラーメン博物館行ってください。ぜひ。なんでかっていうと、いおりとラーメン博物館一緒に行ったんですよ。ラジオの前だったかな。そう、いおりとラーメン博物館行ったので体感ショコラリングです。ヘイブンさん、もなかありがとうございます。そう、ぜひラーハク行ってみてください、うん、あ、ラーハク行ってから行くよって嬉しい。そう、そこは最寄りが一緒なので。そうです、 OK でしょ。そう、なんだっけ、なんか血
日本地図のこうやつがあったりとか、なんか屋台みたい、屋台じゃない、なんていうのがあったりとか、あとはラーメンがいっぱい食べれます。ミニを頼んでいっぱい食べてました。 3,4 軒行ったんじゃないかな、4軒も行ってないか、3軒ぐらい行ったんかなですね。その時にもうないお店もあるかもしれないんですけど、ちょっと SNS を見てみようと思います。 SNS 見てみよう。ラーメン博物館、あ、そう、これもこれ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 すごいよね、これかも、これもすごい。3種類食べてますね、3種類食べてます。どこかわかんないや、これじゃあ。あ、ウケる。ラーメン服美味しかったよ、美味しかったです。ビョンビョンって、どこって言ってたかな、忘れちゃった。でもなんか醤油ラーメンと豚骨ラーメンと塩かな、なんだ、豚骨かな、食べました。3杯です。でもここはミニサイズっていうのがあるので、そういっぱい食べるために、そうだから食べました。そう、よかったらアットマークしょうこアンダーバー滝脇ラーメン博物館で調べてみてください。そしたらあの今のが出てくるので、ね、これ出てくるので見てみてください。ラオズさん、キュンキュン、ヘイブンさん、トントイ、ありがとうございます。よいしょ。でも同じのがあるかわかんないですね今。そう、ラーメン博物館より出てきたよ。いや、ラーメン博物館よりで出てきましたか。そう、一緒にラー博へ来ました。明日夏至ですか、早っ。え、梅雨はいつ終わるんですか。まだ東北入ってないって言ってたよね。明日はじゃない、天気、え、やば、月曜は曇りのち晴れかな、なんですけど、そっからずっと雨です。悲しいぐらいに雨ですね。はい、雨。ピエン。いつ開けるんですか。いつ開けるんですか。雨。これは横浜市の天気ですね。雨。悲しい。今土砂降りですか。こっちはどっち？ヘブンさん、本当ありがとうございます。悲しい。早く終われー。7月6日に開けるんですか。それはもう横ありはもうカンカンバレですね。千葉県土砂降りなんですか、関東なのに。確かにイコラブメンバー晴れ女。でもそしたら東京も福島も晴れなきゃ。福島はまだ天気予報あんま分かんないからあれだけど、
東京はもう東京だからね、絶対雨じゃないですかね。まあでもそんなこと言ってね、桜の咲く音がしたの MV で虹4回見えてますから、大雨晴れて、大雨晴れて、あれでしたもん、あの降水確率 100% だったんですけど晴れました。ともひろさん初見ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。そうそうなんです、だからわかんないですよまだ。ヘイブンさんいいね、ありがとうございます。まあ外じゃないので、まあなんか外でのイベントとかその景色が大事だったじゃないですか、桜の咲く音がしたのダンスシーンって。そうだからね、そういう時には強いのかもしれないですね。晴れグループです。私は晴れ女じゃないんですけど、梅雨明けたら台風も来なくていい。でも9月ですもんね、多いの。友玉さん欲しい、ありがとうございます。本当に本当に雨は嫌いです。この前雨だった時も、昨日だっけ、雨だった時もなんかストーリーに載せた気がする。雨は好きじゃないのよみたいな。あー、大リリの大リリはさ寒かったですね、めっちゃ激寒でした、極寒こういう感じ。イコラブの野外イベント何回か行ってるけどいつも晴れ。そうなんかイコラブの時だけそう晴れてはないけど雨上がったとかで、次のグループの方の時は雨降ってたりとか多いですね。そう、あ、晴れたり降ったりはそれよりも前かもしれない。デルファイさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。あ、マイカさんの傘取ってたん誰ですか、わかんない、私は自分の傘持って帰りました。折りたたみなのでビニール傘かな、違うかな、なんだろう。あ、ティフとかティフどうでしたっけ、今まで晴れてる気がするけどどうだったっけ。サナツン日傘なんか抜けてましたよね、しひとみさんもなんか傘穴開いたって言ってたし、あ、私はもう新しくしましたよ、穴開いたやつ捨てて。ゆびひめさん、まなかありがとうございます。みんな傘が壊れていく。確かにオーダーリンの MV も確かに晴れてるね。みんな傘壊れたりなんか抜けたり取られたりいろいろですね。ね、傘運ないですね。だから晴れがいいってことですよ、結局イコラブはダメなんですよ、雨降ったらそういうことが起きるから。取られ、誰取られたの。バンダナさんキュンキュンありがとうございます。マイカの傘はこっそり誰かが個人的に返してるかスタッフさんだったのかですね、ちょっとわかんないですけど。結果誰かわかんない。コラブには晴れが似合うってことですよ、傘だともうダメなんですよ、仕事が終わる時間だ、仕事が終わるらしいですよ。皆さんは今日は仕事でしたか、お休みでしたか。
私は自分の傘でした日焼け対策は私が持ってるその折りたたみ傘は日傘なので、日傘でもあるので晴雨兼用なので常に持ち歩いてます。でも雨が続くときは大きい傘持ってきたいなって思ってます。ゆるゆるゆる、おやすみなさい。ケトルさんキュー、キュー、ありがとうございますあ、お仕事でした、ありがとうございます。仕事してからお話し会だった、お疲れ様です。そういう方も多いですよね。まあ明日からまたお仕事始まるよって方もいると思いますが、一緒に頑張りましょうか。今週は東京公演と福島公演2公演ずつありますので楽しみましょうか。滝脇翔子ですこの間大人3人くらい入れる傘買った、すごい。でも細いところ通れないですね絶対的に。土日バイトで明日から休み、え、明日から休みですか、本当にラッキーじゃないですか。ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。でも学校とかあんのかなお仕事じゃないけどって感じあ、福島配信見るね、ありがとうございます。踊りのコール、コールはそのアーカイブとか見ていただけたらコールできますね。会場ではできないけど、明日一限終わったら現地もか、早くないですか早い。さて、ゆかり有給取らないと。でも東京はあれですもんね、あの場所席が決まったから東京行くよって方は一安心。でも今日多かったな、東京行くって方、嬉しかった。昼夜とか、昼行くよ夜行くよって方、うちも行くよって方もいらっしゃってね、心の中でが大きな声でに戻りますように。本当に心の中でイコールラブイエイタカタカ、泳げたいやきくん、たいやきボーラーは鉄板の上で焼かれてやいなちゃんコールなるライブはまだしなあ。まあでもあれとかあるんじゃないですか、それこそ、まあ、DVD 買ってくださった方は DVD とか、ファーストコンサートと2周年コンサートの、あとは YouTube でありそう、あのノイミーちゃんがお披露目だった時の配信が残ってるはず、それとかはコール入ってるはずですね。ヤワタさん、モナカありがとうございます。明日何時起きまだ調べてないです、まだどこ集合かも調べてないや。来たかな明日の予定、あ、来てたわ、ショールーム、あ、2分前に来ました、すいません、2分前に来てました。いや20分前にも来てましたね、すいません OK まあショールームしてる間に来ました。あ、すいませんそう、後で見ます
で後で調べます。いやでもめっちゃ早起きっていうわけでもない、多分めっちゃ早起きでもないけど、まあ朝起きるよって感じですね。そう、ですね。メイクしなくていい日は本当に楽です。起きてやばいしゃって感じでもいけるんで。トッシーさん、たい焼きありがとうございます。うん、走る時間ちょっとわかん、終わる時間がわかんないから、ちょまだ全部見てないからわかんない、まだ。結構12時に起きることあるの？ありますよ。12時に起きるっていうか、めったにないけど、8時に起きてやばい眠い、10時に起きてやばい眠いとかはあるかも。次前日がなんか、前日に例えばツアーとかで次の日が午後からとかだったらあるかもしれないけど、まあそんなうまくいかないですよね。そうですね、そんな日もあります。いやでももう本当に今はっていうか、その覚えてないし、そんなことあったかなってぐらいですね。そう、人生じいちゃん、くもももも、ありがとう、くもちゃんありがとうございます。そう、一回起きてとかはあるね、全然。一回起きてまたね、昼寝みたいな感じの時とかはあったりするけど、わかんない、もうなんかね、毎日が違うから。一回起き上がっていろいろしてからもう一回寝る、まあそれもあります。毎日5時に起きて草むしりとかしてんのかと、もしてないですよ。草むしるところそんなないですよ。プランターの雑草ちょっと一本生えてたらピュッて抜くとかですよ。走り行くこともありますね。うん。ああ、5分だけ二度寝しようと思ったら1時間になってしまった。それはあるある。いや、最近はないないだけど。待ち合わせは間違えたことある？待ち合わせは、いや、あるけど、仕事とかだは、ないと。1時間間違えて早く入っちゃって、あやべ1時間間違えた、どっかカフェ行こうとかはあったと思う。最近はないけど。そう、ショコちゃんのルーティーン、朝のですか？何のルーティーンですか？待ち合わせ早めについてるタイプですね。集合早い方です。うん。まあ早く間違える分には良くないですか。うん。あとは遅延とかではあったりするから遅れたりとか、そういう時は遅延した瞬間 LINE しますよね。今どこどこ駅で電車止まってます、何分見込みなので何分着きますみたいな、すいませんみたいなのはあったと思う。うん。あ、お水、あ、朝起きたらカーテン開けて外の植物を一回見ますね。そうですね。5分前行動、そう、5分以上前に着きますね。そう、遅延はだいぶ困りますね。そう。
草むしりではない、水揚げかな。朝バタバタの時は全然水あげたりできないかったりする時もあるけど、基本的にはあきら挨拶、あー伸びたね、おはようっつってそう水をあげて何するかな、洗面台行くかな、まずでいろいろして変わったり、あコンタクトが最初かもしれない。オフの日はメガネだったりするけど、コンタクト最初につけるかな。そうそんな感じですね。洗面台行ってその顔洗ったりとかいろいろして、コンタクトつけたりとかね、いろいろして朝ごはん食べてって感じかな。着替えは最後かな。時間ないときは先に着替えてご飯食べるかな。目悪いです。うん、メガネみたい定期そうそんな感じですね。メガネショコは最近メガネかけてないですもん、私1週間はかけてないと多分。だいたいそのあんまオフの日とか朝ゆっくりの時とかしかメガネかけないですね。基本的に起きたらすぐコンタクトつけちゃう。うん、そうです。ひまわり子とあきらは、あきらは毎日じゃないんですけど、もうそろそろ行った方がいいかなって感じなんですけど、ひまわり子とかは朝起きてすぐあげます。かゆい、かに食われた、よいしょ。メガネはメンバーにもあんま見せたことないと、あの目がなんかすごい腫れちゃった時とかはあのあれでしたけど、あのメガネだった時、メガネでレッスンとか受けてたけど、そう基本的にはうんメガネはかけないですねです。持ち歩かないです。どっかそのイベントとかで泊まりだってだったとしてもメガネ持ってかない。ギリギリまでコンタクトつけて外してみたいな。コンタクトなしでも生活できちゃうから。ハヤブンさん遠くにありがとうございます。そんな感じです10時になったらランキング読みますとか言おうとしたけど、もう30分もなかったわ。あそう、今日あの今日個人的にメイク肌がいいんですよ。でなんかなんだろうって思って考えた時に、今日下地を家に忘れてきちゃったんですね。それは下地忘れたわと思って、下地やんないでいつも通りそれ以外のファンデーションやったりしたら、めっちゃなんかいいってなっちゃって、どうしようって思ってます。まあ肌の色はちょっと明るくなってるけど、下地あった方が明るいんですけど。バナナさんキュンキュンありがとうございます。あ30秒間違えた、30秒しかもうなっちゃったし。トシンさん可愛い、ありがとうございます。なんかお肌がいつもよりもなんか艶やかなんですね下地だから厚塗りみたいになっちゃってるのかなと思って、普段だからライブとか、そうライブとかどうしようって思ってます。まあ多分下地するんですけど、そう下地なしでもいけちゃうんだと思って。あと初めてクッションじゃないリキッドのファンデーションがなくなりそうです。あとちょっとこうやって振ってもわかんないんだけどね。そう下地やめようかな。まあ意味はないと思うんですけど、下地やまあ厚塗りにならないっていうのはありますよね。やったー、まだこんなにいっぱいあるのに。
でもちょっと減りましたよね、だいぶ。下地なんかね、下地全然いらないかもしれない。ヘイブンさん、キュンキュンありがとうございます。もともと下地やってなくて、私自分で下地買ったことあんまりなくて、そうなんだけど、最近全然使ってないけど、たまにオフの日にメイクする時とかにセダンヌの下地使ってて、これしか多分買ったことない。あとはもらって初めてつけたりとかかもしんない。ヘイブンさん、キュンキュンありがとうございます。これは友達にもらって、あの今まで使ってたやつもミリニャからタンプレでもらってって感じです。下地あった方がいいのかな。Y さん、初見ありがとうございます。初見です。イコノイで気になってみました。ありがとうございます。イコノイどうですか、ですか、イコノイチャンネルですか。ありがとうございます、嬉しい。やったー、よかったらここら辺のハートピンクにしてください。ありがとうございます。やったー、日焼け止め、これ UV 入ってんのかな、これ UV 入ってます、SPF20PA++ です。これ入ってますね、日焼け止め。こっちも入ってます。あれ、これ入ってない、もしかして。いや入ってる、 UV 入ってます。そうで、お肌とかは、あ、ここにないや、あっちにある。普通に日焼け止め使ってます。今日は全然塗ってないけど。ヘイブンさん、バラ、基本的に長袖です。バナナさん、モナカありがとうございます。あ、素早い床水泳かな、最高でした、ありがとうございます。やったー、クロール、プチトマト。ありがとうございます、これからもいっぱい見てください。嬉しい。ということで、そろそろ終わろうかなと思います。ランキング読みます。今来てくださった皆さんありがとうございます、こんばんは。13位バンナナさん、12位アリスちゃん、11位テルンさん、10位ゆきだんごさん、9位七色さん、8位トッシンさん、7位ポールさん、6位スカイさん、5位人生じいちゃん、4位ヘイブンさん、3位ただしさん、2位トモナムさん、1位ひろしさんです。ありがとうございます。2列目、バンナナさん、ケトゥーさん、アキラさん、タークン、リレンザさん、ユマママーさん、ショーコのことが大好きです、ありがとうございます。オーツさん、カープさん、ファインゴールさん、セータさん、ヒッキーさん、マブさん、トッちゃん、ユイちゃん、イトパンさん、サトシさん、サンタさん、アミちゃん、コトラちゃん、メリダさん、フィズニャンさんです、ありがとうございます。3397人の方が来てくださいました、ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてヒロシさん、ありがあみつクロクマさんパフェ、ありがとうございます。そして今日話し会来てくださった皆さん、ありがとうございました。五部がこんな感じのセットアップです。もうツイッターには載せたので、よかったら見てください。四部もツイッターもインスタグラムも投稿したので、よかったら見てください。特にツイッターの四部のお写真、四部の写真がお気に入りです。可愛いです、あの背景がめちゃくちゃ好きです。よかったら見てください。ということで、スカイさん、お疲れ、ありがとうございます。お話し会来てくださった皆さん、このルーム遊びに来てくださった皆さん、ありがとうございます。今日 YouTube イコノイチャンネルの YouTube でアモンガースというゲームをで遊んでみました。あの滝脇も出演しているので、よかったら見てください。私まだ見れてないので見たいと思います。皆さんもよかったら見てください。そしてコメントもしていただけると嬉しいです。ひょこちゃんいいよとか言っていただけたら嬉しいなって思います。コメントも見に行きます。ということで、そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。明日からお仕事、学校ある方、頑張りましょう、頑張りましょう。こうありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、感謝、バイバーイ。